罪への誘惑は必ず来る。だが誘惑する者は災いだ。この小さな者たちを惑わすくらいなら、岩を首にくくりつけて海に沈められた方がマシだ。神の王国とはどんなものか。それはからしの種を畑にまき、それが木に育ち、枝に鳥の巣を作らせるようなものだ。何の話か全くわからん。修正人や罪人たちと一緒に飲み食いしていいのか。罪人。健康なものに医者はいらない。病人にこそ必要だ。私は善人のために来たのではなく、罪人のために来た。